どうもゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ニュースで見たんだけど、淀川に迷い込んだクジラの淀ちゃんが死んでしまったのね。ああ、とても残念だな。発見当時は元気良さそうで潮吹きしてたけど、どうして死んでしまったのかしら？迷い込んできた時点で衰弱していた可能性が高いからな。助けることはできなかったの？専門家は、マッコウクジラは弱っていても非常に力が強く、もし無理に引っ張り出そうとすれば人に危害が及ぶ可能性もあった。心情的には理解できるが、今回のようなケースでは生還するしかなかった。と語っているから、どうすることもできなかったみたいだな。どうにかして助けてあげたかったわね。それで遺体はどうなるの？クジラの死体は放っておくと、河川の汚染や悪臭を放ち、挙句の果てにはガスが溜まり爆発してしまうからな。げっ。恐ろしすぎる。2021年に大阪沖で、約全長10メートルのクジラの死骸を発見した際には、学術的な価値があるとして、陸揚げし、一旦地中に埋めて骨格を取り出し、22年12月から大阪市立自然史博物館に保管されているが、今回の淀ちゃんも、約全長15メートルもある大きなマッコウクジラだから、学術的な価値があると思うがな。そうなのね。マッコウクジラのことが知りたくなったわ。詳しく教えてちょうだい。わかったぜ。じゃあ今回はマッコウクジラについて解説しよう。それじゃあゆっくりしていってね。マッコウクジラは偶蹄目、マッコウクジラかマッコウクジラ属に分類されるクジラ類で、ハクジラ類の中で最も大きく、歯のある動物では世界最大で、巨大な頭部の形状が特徴的なクジラだな。世界最大って言ったけど、シロナガスクジラの方が大きいんじゃなかったかしら？そうだが、シロナガスクジラに歯はないからな。え、そうなの？クジラには歯があるクジラと、歯の代わりに口の中にヒゲがあるヒゲクジラがいて、シロナガスクジラやザトウクジラのようなヒゲクジラは、口の中に歯がない代わりに、歯茎が変化してできた、クジラヒゲというものがあり、このクジラヒゲで、体長数センチメートルの小さなプランクトンをこし取って食べるのに対し、マッコウクジラのように、口の中に歯を持った歯クジラの、歯はほとんどが尖った犬歯状になっていて、魚やイカを食べているんだ。ハクジラの中でもマッコウクジラは、最大の大きさなんだぜ。ふむふむ。それでマッコウクジラはどれくらい大きいのかしら？マッコウクジラは、クジラ類の中で最も大きな性差を持ち、オスとメスでは体の大きさが全然違うんだぜ。そうなの？標準的なオスの体長は約16から18メートル、メスは約12から14メートルで、体重はオスの50トンに対し、メスは25トンと、ほぼ2倍の差があるんだぜ。全然大きさが違うのね。生で見てみたいけど、どこに生息しているのかしら？北極から南極まで、世界規模で分布しており、多くは深海に生息しているな。クジラは哺乳類だから肺呼吸よね。深海に生息していたら呼吸はどうしているのかしら？いい質問するな。生涯の3分の2を深海で過ごすと言われ、通常ヒゲクジラ類の潜水深度は200から300メートル程度とされるのに対し、マッコウクジラは軽く2000メートルは潜ることができるんだ。とんでもなく深く潜れるのね。溺れないの？マッコウクジラの場合は、全身の筋肉に大量のミオグロビンを保有し、これに大量の酸素を蓄えることができるんだ。このため、1時間もの間、呼吸することなく潜っていることが可能で、肺は非常に弾力がある組織でできているため、深海で水圧がかかり肺が押しつぶされても、水面に浮上すると元の形に戻るという特性を持っていて、さらに肋骨も、水圧がかかると後方に折りたたまれる仕組みになっているから、負荷がかかりにくい上、深海での水圧の影響を受けないこともわかっているんだ。3000メートルを潜ったとする記録もあり、深海層での原子力潜水艦との衝突事故や、海底ケーブルに引っかかって溺死したと見られる死骸が確認されているんだ。どうしてそんな深海に行くのかしらね。祖先にあたるクジラが、他の大小多様なハクジラ類や大型サメ類との潜海域での生存競争に敗れ、食いはぐれての結果的に深海で生息するようになったと推測されているな。新たな環境を求めて進化していったってわけね。マッコウクジラはどうやって潜ってると思う？え、潜り方とかあるの？深海に潜るときには、マッコウクジラの特徴でもある、体の3分の1を占める肥大化した頭を使って潜るんだぜ。え、どういうこと？マッコウクジラは、7キロもあるという、すべての動物の中で最も大きな脳を持っているが、
この巨大な頭部の中身のほとんどが、脳油というワックスの塊が詰まっているんだぜ。脳油の量はなんと増1頭分の4トンもあるんだぜ。とんでもない量ね。その潜水能力は、脳油の比重を変えることによって発揮されるんだ。潜水前の脳油は液体で、海水より比重は軽く、浮き袋の状態なんだが、脳油の中を通る右側の微動と、脳油の側面を通る左側の微動に、冷たい海水を取り入れ脳油を冷やすと、脳油は固まり出して縮小し、固体になり、比重が大きくなって重りになるわけだな。潜水するときは頭を下にして、エレベーターのように垂直に沈んでいくんだ。そして浮上するときは微動から海水を出して、脳油の周りの血管の血液で温め、脳油を液状に戻して浮力を得るんだぜ。すごい仕組みになっているのね。深海って暗いから何も見えないんじゃないの？視力は良かったのかしら？クジラやイルカ類の視力は人間で言うと約 0.1 程度なんだ。視力は良い方とは言えないわね。だが、暗いところのものを見る能力は非常に優れているんだぜ。目の中に暗いところで機能する視細胞、眼帯が多いことや、タペータムという、わずかな光を最大限に利用できるよう、光を増幅させる反射板のようなものを目の中に持っているんだ。このタペータムは多くの夜行性の動物が持っており、暗闇で猫などの動物の目が光る正体なんだぜ。ふむふむ。その上、エコーロケーションといって超音波を出し、その反射音から対象物までの距離や大きさ、形、材質など、様々な物理的な特性を感知することができるからな。チート級の能力ね。深海では何を食べているのかしら？主な食性はイカ類で、スケソウダラやメヌケ、フリソデウオカやツノザメ科のような大型の深海魚類で。イカは、主に中深層に生息するクラゲイカといった大型のイカや、ダイオウイカも捕食するんだぜ。ダイオウイカとクジラのバトルは、どっちが勝つのか見てみたいわね。マッコウクジラでもダイオウイカが相手ならそう簡単には勝てないんじゃないの？マッコウクジラの皮膚にはダイオウイカがつけたと思われる吸盤の跡があるからな。バトルをしたと思われるが、胃の中からはダイオウイカが出てきているんだぜ。ダイオウイカも襲われるって思ったら逃げればいいのに、逃げられなかったのかしら？泳ぐ速さはどっちが速いの？ダイオウイカは時速40キロで泳ぐのに対し、マッコウクジラの泳ぐ速さは、通常5から15キロで、逃走時には時速45キロものスピードで泳ぐことができるんだ。お互い意外に速く泳げるのね。その上マッコウクジラには超音波砲という必殺技があるからな。超音波砲？簡単に言うと超音波のビームのような衝撃波のことだな。巨大な脳油をレンズのように使って、額から強力な超音波の衝撃波を発射するんだ。この衝撃を食らったイカや魚などの獲物は、気絶あるいは死に至ることもあるんだぜ。もう無敵じゃん。そんなチート級の技があったら獲物も逃げられないわね。あの大きな体だから食事量も半端ないんじゃないの？ああ、1日に何百キロの魚と、1トンものイカを食べるんだぜ。とんでもない食事量ね。私たちが食べるイカがいなくなっちゃうんじゃないの？安心しろ。マッコウクジラが食べるクラゲイカやダイオウイカは、人間の食用には用いられないからな。イカのお寿司が食べられなくなるんじゃないかと思って、少し焦ってしまったわ。イカを食べるマッコウクジラの下顎には、20から26対の円錐形の歯があり、それぞれの歯の長さは、20センチメートル、約1キログラムもの重量があるんだが、噛むためには使わないんだぜ。え、どうして？食べ方は、ワニみたいに素早くかぶりついて丸飲みするからな。他には、ダイオウイカを加えたまま持ち帰り、子に与える姿が確認されているから、獲物を深海から運ぶときに使われているな。天敵に襲われたときに対抗するためにあるとかじゃないの？天敵はいなかったのかしら？マッコウクジラの天敵はシャチだな。シャチは突出した身体能力と知能、優れた社会性を持ち、自分の何倍もの大きさの獲物を狩ることができる、最強の海洋生物だと言われているからな。と言っても、マッコウクジラなどの大型のクジラの生態を狙うことは、効率が悪い上に反撃のリスクも高いためあまりないみたいだが、子供を狙うことは多いみたいだな。一緒にいる母親を撹乱させて引き離し、その隙に子供を襲うんだ。ずる賢いやり方をするのね。マッコウクジラの家族は、母系家族でメスが中心となり、メスと子供で群れを作り、家族の絆がとても強いんだ。そしてオスは単独行動、もしくは若いオス同士が小さな群れを作るんだが、
弱って傷ついた仲間を囲って天敵であるシャチやサメなどの攻撃から守ったり、オスの群れが助けに入ることもあるんだぜ。群れを守るために捕鯨船、大型帆船を、オスが攻撃して沈没させた例もあるんだぜ。捕鯨船を沈没させるなんて恐ろしいわね。性格は獰猛だから怒らせると怖いんだぜ。さらにマッコウクジラも頭が良く、群れに子供がいる際は、メス同士で交代して子守りをするため、通常はシャチが手を出すことは困難だと言えるな。マッコウクジラが仲間や家族思いの強い動物だってことがよくわかったわ。家族の絆が強いため、子育ても手厚く、子は生まれてすぐには深海に潜ることができないから、群れのメスは、子クジラの泳ぎが上達するまで約2年間サポートするんだぜ。母親は子が深海へ潜ることができるようにするため、母乳を飲ませながら潜り、潜水を教えるんだ。そしてメスは4歳から6歳で成熟し、妊娠期間は12ヶ月から18ヶ月で、5年に一度出産するんだ。オスは10歳頃から20歳頃までの約10年間繁殖期間が続き、成熟したオスのピーニスの長さは1メートルを超えるんだぜ。あそこもとんでもないデカさなのね。そんなところまで紹介して YouTube さんに叱られんか？どうだろうな。オスは一体で複数のメスを獲得するハーレムによって子孫を残し、複数のメスと交尾した後には子育てには参加しないんだぜ。人間界だったらとんでもない野郎だけどね。そして40歳を超えても成長は止まらず、約50歳で最大の大きさになるんだ。一体何歳まで生きられるのかしら？寿命は約70歳以上だと考えられているな。かなり長生きするのね。今更だけど、マッコウクジラの名前にはどんな意味があるのかしら？学名のフィシーターは古代ギリシャ語で、クジラの潮吹きを意味し、マッコウクジラが潮吹きを良くすることから付けられているな。和名であるマッコウクジラの漢字表記はマッコウクジラだ。マッコウ？マッコウとは、葬儀や法事の時に行われる焼香で用いられるお香のことだな。お香とどう関係があるの？古代からアラビア商人が取り扱い、洋の東西を問わず珍重されてきた品に、香料であり、医薬でも美薬でもある、友禅香というものがあるんだ。その友禅香が、マッコウに似た香りを持っていることから、マッコウクジラと呼ばれるようになったんだ。その友禅香って一体何なの？友禅香は、マッコウクジラの主な食料である、タコやイカの硬いくちばしなどの、消化できなかった餌を、消化分泌物により結石化したものなんだ。友禅香はアンバーグリスとも呼ばれ、マッコウクジラの腸内に発生する結石だな。その結石が、医薬になったり、美薬になったり、香料になったりするなんて不思議ね。価値あるものなんじゃないの？マッコウクジラから排泄された友禅香は、水より比重が軽いため、海面に浮き上がり海岸まで流れ着くんだ。商業捕鯨が行われる以前は、このような偶然によってしか入手ができなかったため、非常に貴重な天然香料だったんだ。商業捕鯨が行われている間は、商業的取引がされていたが、1986年以降、商業捕鯨が禁止になってからは、めったに手に入らないものになっているんだぜ。現在ではその希少性から、大きさ、品質、取引相手の有無にもよるが、クオリティの高い場合には、数千万円から数億円ほどの高額で取引される場合があるんだぜ。そんなに高額で取引されるなんて驚きだわ。その友禅香目的で商業捕鯨されていたとか？いや、商業捕鯨の目的は鯨漁目的だったんだ。鯨漁とは？鯨漁とは、濃油のことなんだ。濃油は白濁色をしていることから、精液と誤解されていたことがあり、英語で精子はスパーマ石と呼ばれ、英名のスパームホエールはこのことに由来するんだぜ。精液クジラなんてひどい名前の付けられようね。それで鯨漁は何に使われていたの？鯨漁は高級ろうそくや石鹸の原料、灯油、機械油として利用されたぞ。特に精密機械の潤滑油としては代替品がなく、1970年代まで需要があり、この鯨漁を目的に大量のマッコウクジラが乱獲されたんだぜ。現在ではマッコウクジラの捕鯨は減り、マッコウクジラを目的とした捕鯨を続けている国は、確認できている限りインドネシアだけなんだぜ。マッコウクジラのお肉は食べていなかったの？鯨漁目的で乱獲していた当時は、冷凍技術もなく、肉を商品価値のある状態で保管するのは不可能だったんだ。それにマッコウクジラは肉にも蝋を含むため、食用の際に油抜きしないといけなくて、油抜きをしないで大量に食べると、下痢をする恐れがあるんだぜ。食べるにしても一苦労なわけね。
当時のアメリカ人捕鯨船員の間では、鯨肉には毒があるという迷信もあり、肉は捨てられていたんだ。もったいないことをしていたのね。日本では主に大和煮に用いられたり、大阪では油抜きをしたかは、五郎おでんに入れて食べるのが一般的みたいだな。だがマッコウクジラの体内には、微量の水銀が含まれているから注意が必要なんだぜ。水銀ってやばいやつじゃないの。厚生労働省は、妊婦がマッコウクジラを食べる場合、摂食は週に1回、約 80g までとしているぞ。水銀が入ってるって知ってたら絶対に食べないわよ。ここまでマッコウクジラについて解説してきたがどうだった？チート級の能力や効果で貴重な龍涎香なるものまで持っていたことに驚いたわ。ということで今回の解説は以上だぜ。マッコウクジラについて知ってることとかあったらコメントで教えてもらえると嬉しいわ。それじゃあ今日はこの辺で。最後までご視聴ありがとうございました。